サノバウィッチ。はいどうも、トスクチュードレンのつくもです。ということで、サノバウィッチネネルエドパート35、続きから始めていきたいと思います。そこからの日々は基本的には変わらない。試験対策を進めながら、パーティーの食事や飲み物のケータリングの予約、自分たちで準備できるものは準備したり、吹奏楽部に協力を仰ぎ、コスプレコンテストも行われる。俺の左手はボロボロ、テーピングしながら痛みに耐え、必死で練習。でもそのおかげで、なんとか聞けるぐらいにはなってきた。この時点でまず、前回よりもうまくいっている。そして試験も終わり、俺の演奏がマシになったところで、ネネも練習に参加。この違いはかなり大きかった。喉の調子を整え、歌詞と音程をしっかりと覚えたネネの歌声は、前よりも美しく、キラキラして聞こえた。最初に聞いた時には、ネネの歌声が綺麗すぎて、リズムをミスったくらい。これで盛り上がらないわけがないと、カリアも少しは気を楽にしたように思う。その他に大きな違いがあるとすれば、告知だろうか。準備に関してはスムーズに進めることができたので、告知の方に力を注ぐことができた。といっても、主には戸隠先輩や椎葉さん、稲葉さんと学生会の面々が頑張ってくれたことで、俺はベースの練習で手一杯だったけど。そしてついにパーティーの当日を迎えることになる。いやー、ついに本番ですな。心臓が破裂しそう。今からそんなんじゃ持たないよ。というか、カイドウは緊張しないの？するぞ。けどま、ライブハウスに比べたら気は楽だな。いいな、その精神状態。私なんて胃が痛くて痛くて。吐きそう。若菜ちゃんって意外とプレッシャーに弱いのな。意外って何さ。まあ初めて人前で演奏するんだから仕方ないだろ。星名は緊張したりしないの？カイドウみたいに経験があるわけじゃないからな。まだ実感が湧かないというか、それよりもパーティーの準備が気になるから。というか、お前らはこんな時間からどうしたんだ？パーティーは夕方からだぞ。そうなんだけど、落ち着かなくてさ。練習しようにも、一番不安なベースがいないんじゃあんまり意味もないだろう。せっかくだからパーティーのお手伝いをしようかなって。どうせ心が休まらないなら、なんか作業をしてる方がいいから。ということで、何か仕事はある？俺も寝坊とかして遅刻するわけにもいかんからな。もう来ておこうと思って。急に来ても邪魔になるだけかな。いや、そんなことはないはずだけど、俺も準備の詳細を知っているわけじゃないんだよな。人手はあるに越したことはないはずなんだけど。あ、星名先輩、チャロー。ああ、おはよう稲葉さん。やっほー。おはよう。あれ、皆さんご一緒でギリギリまでバンドの練習ですか？そうしたいのは山々なんだけど、パーティーの準備もあるからな。私たちもパーティーの手伝いに来たの。ということで稲葉さん、2人が手伝えることってあるよね？はい、もちろんですよ。かぼちゃのランタンにくり抜いた中身でのお菓子作り、会場の飾り付け、たくさんありますよ。そこら辺は戸隠先輩に確認を取ってもらった方がいいかも。人員配置は戸隠先輩がやってくれましたから。そうか、じゃあ戸隠先輩に確認をするとして、もうブッスにいるかな。ああそうだ、それとは別で2人にちょっと頼みたいことがあるんだけど、花を買ってきてくれないか？花？じゃじゃーん、どうですかね、似合いますか？ガオーなんちゃって。ああ、よく似合ってると思うよ。そうですか、よかった。星名くん、ずっと練習してて、私たちがするコスプレのこと知らなかったでしょ？どうかな、この格好。ちょっとだけ派手だったかな。ちょっとどころじゃなく派手と言いますか、目のやり場に困ると言いますか、エロすぎて本当に困る。こっちはネネとの約束を守っていろいろフラストレーションたまりまくりだというのに。可愛いな、星名くんは。どう？お姉さんとちょっと遊んでみる？いや、そういうの困ります。本当お願いですから離れてください。大丈夫、こういうことはね、
お互いが秘密を守れば気づかれたりしないんだから。怪しげな微笑みを携え、谷間を見せつけるような動きで近づいてくる戸隠先輩。そんな風に来られると本当に。なんかやらしい顔してます。本当に大丈夫なんですかね、この人。そのうちねね先輩のこと裏切りそう。これはちょっと心配かな。そんなことありません。私はねねさん一筋です。ほら、こんなに強く言い切ってるんだから、試すようなことはよくないよ。それに今日はバンドの本番なんだから、あんまり変なことしない方がいいと思う。そう、シーバさんの言う通り、俺を疑うようなことはやめてください。ごめんごめん、緊張を和らげるための冗談のつもりだったんだけど、ちょっと調子に乗りすぎたかな。すみませんでした。いや、分かってもらえればそれで。それでバンドの方はどうなの？まあギリギリなんとか人前で演奏できるかなってところ。ネネとの約束もあったので、かなり真剣に練習に挑んだ。その甲斐あってか、なんとかカイドウからも。学内のイベントぐらいなら十分なんじゃねえの？というお墨付きをもらうことができた。今さらジタバタしても仕方ないから、精一杯やるだけだ。うん、応援してるね。ところで、紬先輩は着替えないんですか？それは私としても、せっかくのパーティーだからコスプレをしたかったんだけど、ね、いつものあれで、せっかく作ってもらった服を着ることができなくて。ごめんなさい。私もごめんね。先に確認してればよかったんだけど。いえ、そんな。できれば私もコスプレするなら可愛い服がいいと思っていたので、作ってもらえて嬉しかったですから。ネレも俺も作る前にシーバさんに言ったのだが、コスプレまで男装したくないという本人の強い意志によってこうなってしまった。それで、あやちさんは？まだ着替えてるみたいだよ。ああ、そうだ。先にみんなに話しておきたいことがあるんです、ネネに関することで。そういえば、今朝もお二人に何か言ってましたよね。ついに迎える本番。パーティーは前回と変わらぬ、いや、前回よりも賑わいがあるように思えた。はい、手作りかぼちゃプリンだよ。どうぞ。ありがとうございます、先輩。戸隠先輩の手作り。小静さん、やっぱり吹っ切れてない？いや、そんなことはないって。むしろすっぱりと諦められたからこそ、こうして普通にしていられるんだよ。とはいえ、じゃあ意識しないかってなると、急には無理ってだけ。それならいいけど。そうそう、いいんだって。本当に私のことは気にしないで。にしても結構人が多いね。俺、去年は参加してないんだけど、毎年こうなの？いや、今年はちょっと多いんじゃないかな。食べ物の消費量から考えても。やっぱり告知に時間を取れたのが大きかったのかも。戸隠先輩のコスプレコンテストにエントリーと、あやちさんのバンドも話題になってるみたいだよ。そっか、まあ、あの二人だもんな。そりゃ人も集まるか。で、守備は？上々とまでは言えないかな。まあ、失敗しないように頑張るよ。なんか、星名くんには世話になりっぱなしだね。そう、大したことはしてないと思うけど。会長のこともすっきりしたし、バンドの演奏を持ちかけたのも星名くんなんでしょ？学生会主催のイベントが閑古鳥ってのも印象悪いしさ、助かったよ。それは俺の手柄じゃなくて、おかげん全員の手柄だからな。そういう細かいとこ、あんま良くないよ。素直に喜びなさいっての。力になれたことは嬉しく思ってるよ。こんなにお世話になったんだから、何かお礼をしなくちゃいけないね。何かあるなら何でも言って。あ、って言ってもエロはなしね。
私やっぱり星名くんたちには興味が持てないから。可愛い恋人がいるので間に合ってます。はっはー、それって自慢？お熱いことで何より。でもそのネネのことでちょっと頼みがあるんだ。っていう感じのことをしたいんだけど、どうだろう。いいんじゃない、それぐらいならいつでも手伝うよ。本当？助かるよ。おい修二、そろそろ裏に行こうぜ。ああ今行くよ。ってことでコシルさん、悪いけど頼めるかな。オッケー、それぐらいで借りが返せるならお安い御用、任せといて。ありがとう、じゃあよろしく。うん、まずは舞台頑張って。お、俺はコシルさんと別れてカイドウたちに合流する。悪い、またスター。調子の方は？緊張でちょっと手が震えてるけど、それ以外は問題なし。私も心臓がバクバクして指と膝がガクガクして頭が真っ白になってる以外には問題なし。それかなり問題じゃないの？あ、大丈夫！というか不安にさせるようなこと言わないで、ほんとパニック寸前だから。今さら逃げるわけにもいかないんだから、私を追い詰めないで。おう、いやそんなつもりはなかったんだけど。大丈夫だって、もっと失敗しそうな素人がここにいるんだから。若菜ちゃんはもう少し軽い気持ちでも。まあそうだよな、普通に俺の方がミスしそうな気がする。レース始めて1ヶ月も経っていないと素人なんだから。ネネも準備はできてる？はい大丈夫です、ご迷惑をかけないように頑張ります。落ち着いてネネ、ちゃんと練習をしてきたんだから。そうそう、練習通りなら大成功、練習通りじゃなくても成功間違いなしなんだから、自信を持っていこうよ。綾地さんはとにかく楽しく明るくしっかりと歌うことを心がける、それだけで十分だって。わかりました、頑張ります。で若菜ちゃんは落ち着いてリズム帯の音を聞くこと、そしたらあとは指が勝手に動いてくれるはずだ。うん、そうだよね、あんなに練習したんだから頭が真っ白になってもなんとかなるよね。んでもって修二は、まあ頑張れ。おい、もっと適当なアドバイスは、適切なアドバイスはないのか。お前初心者すぎるからな。確かに付け焼き場の、悪あがきだと思うけども。まああれだ、ミスっても止まれな、やり直しは効かないんだから必死でついてこい。重要なのはグルーブだ、グルーブ。そしたらあとはこっちでフォローしてやるから、それぐらいかな。グルーブね、とにかく崩れないように頑張れよ。よし、そんじゃま行きますか。よし、頑張ります。続きまして、勇士によるバンド演奏です。準備はいいですか？あ、いいみたいですね。それでは張り切ってどうぞ。じゃあ行くか。はい、行きましょう。よし、やっちゃる。久々のライブだしな、いっちょ気合い入れてやりますか。舞台に出る俺たちを拍手と視線が迎えてくれる。やっぱり人の視線を集めるのは未だに苦手だ。こうして視線にさらされるといろんな刺激を呼び起こす。苦味や酸味に絡み、肌にはピリピリとした痛み、背中には冷たいものが走ったり、もう訳がわからない、頭の中がぐちゃぐちゃになりそうだけど大丈夫、俺は大丈夫。隣には力強い友人がいる。そして向けられる視線の中には俺たちを応援してくれるものもある。だから大丈夫だ、へこたれたりしない。俺は背筋を伸ばし、真正面から会場のみんなと向き合った。こんばんは。今日のハロウィンパーティー楽しんでもらえてますか？楽しんでもらえていたら、準備してきたものとしては嬉しい限りです。この後コスプレコンテストの発表もありますから、投票をよろしくお願いします。でもその前に私たちの演奏を聞いてください。一生懸命練習してきましたから。バンド名は、そういえば練習に手一杯で名前とか全然決めてませんでした。す
すみません。とにかく盛り上がってくれると嬉しいです。それじゃあ聞いてください。ネネは一旦マイクを下ろす。そして俺たちと視線を交わして意思の確認。うなずく俺たちの姿を見たネネが改めて前を向く。その背中を見ながら俺も意識をベースに集中させる。本番は一度きり、しかも一曲だけ。後悔は、しないように頑張ろう。スピーカーからの音の本流が溢れ出す。俺も乗り遅れないように両手を動かしてみる。ああ、やっぱりいいな、ネネの歌声は。綺麗で優しくて、聞き取りやすくて、舞台上の俺たちはもちろん、会場のみんなも熱気に包まれ、パーティーは最高潮を迎えていった。お疲れ様、ネネ。ありがとうございます、修士君。俺が差し出したジュースを受け取り、一気に煽る。でもよかったよ、本当に。ネネの歌声はよかった。ありがとうございます。シュウジ君のベースもよかったですよ。まあ確かに前回よりもミスは減ったから、個人的にも満足してるよ。私もちゃんと歌えてよかったです。うん。二人並んで熱気に当てられた体を夜風で冷やす。そんな俺たちとは対照的に会場の盛り上がりは未だに衰えていなかった。盛り上がってますね。コスプレコンテストの結果を発表してるから。優勝は戸隠先輩みたいですね。らしいね。ネネも僅差だったらしいけど、惜しかったね。やはりあの露出が男の票を集めたんだろうか。まああの谷間というか露出には引きつけられるもんな。ネネももしかしたら以前の魔女服なら優勝とかできたかも。あの服装露出が激しかったもんな。なんかこう見てるだけで興奮してしまうぐらい。何？今何か変なこと考えてましたね。何を考えていたんですか？いや別にそこまで大したことではないんだけど、もしあの魔女服でコンテストに参加してたら優勝してたかもって思ってただけ。魔女服って、あんな恥ずかしい格好で人前になんて出られませんよ。まあそうだろうけど、それに俺もネネの肌を他の男に見られたくないしね。もしかしてああいう服が好きなんですか？いや好きってほどじゃないんだけど、ああいう露出のある服もたまにはいいかなって。不意にネネが不審そうな目で俺を見てくる。シュージ君は誰に投票したんですか？それを確認されるほど俺って信用ない。ちゃんとシュウジ君の口から聞かせてほしいんです。ネネに投票したよ。義務とかそういうことじゃなく、俺はネネが一番可愛いと思うから。その服装も似合ってるしさ。先輩のロスが激しくても俺の目にはネネしか映らないよ。そうですか。その一票がもらえるだけで私は十分です。よく似合ってるよ。とても可愛い。可愛すぎてキスしたいぐらい。キス、例のご褒美の約束もあったよね。だったら今ここでキスしたい。嫌です。拒否します。え、なんで約束だったはず。うん、それとも約束が果たされてないような失敗をしたかな。それは確かに何のミスもなく完璧にできたかって聞かれると耳が痛いんだけど。いえ、私も盛り上がったと思います。ちゃんと大成功だったと思いますよ。前回よりもっていうのはさすがに言い過ぎかもしれませんが、それでも前回に負けないぐらい盛り上がったと思います。うん、俺もそう思う。なのに約束のご褒美はもらえない？いえ、約束は守ります。でもキスはダメです。それぐらいなら約束がなくても大丈夫です。そんな簡単なことに使っちゃうのはもったいなくないですか？それでもいいんですか？覗き込むようにして俺の顔を見上げるネネ。その目はどこか潤んでいるように見えた。今のご褒美は撤回します。はい。それからパーティーが終わるまではまだ時間があるかな？そうですね、まだあると思います。
じゃあ誰も来ない場所行こうか。はい。俺たちは無言で夜の廊下を歩く。本当なら恐怖を覚えてしまうような静かで暗い廊下ではあるが、今の俺に恐怖はない。それは手をつなぐネネも同じだ。震えはもちろん、恐怖の気持ちも感じられない。無言の時間は続く。けれど不思議と気持ちは同じだった。早く早くとじれる気持ち、それを表すかのように言葉を交わさずとも早歩きになっていく。そして俺たちは半ば駆け込むようにして物質に入った。物質に入るなり、俺はネネの唇を塞ぐ。ネネも戸惑ったり驚いたりすることなく応じてきた。というか、俺の唇をむさぼるようにしながら舌を積極的に絡ませてくる。久々にキスしちゃいましたね。しかも汚いキス。あ、久しぶりだ。気持ちいいキス。本当に久しぶりで気持ちよかった。私も気持ちよかったです。とっても。恥ずかしそうに、でもどこか嬉しそうにネネは言う。シュジ君、そろそろご褒美の内容は決まりましたか？ああ、うん。俺はネネとはしたないことがしたい。キスよりももっとはしたないこと。ネネをめちゃくちゃにしたい。はい。バンドを頑張ったご褒美に、私をめちゃくちゃにしちゃっていいですよ。赤面しながらうなずくネネを、俺は力強く、強く抱き寄せる。そしてもう一度キス。さっきよりも長い、窒息しそうなぐらいのキスを重ねた。そうして俺はネネの体を後ろからしっかりと抱きしめながら二人の時間を過ごした。はい、というところで、まあね、そういう恋が、約束がね、果たされたというところで、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。